スターグリーン放送局始まります。今日ご紹介するのはこちら、じゃじゃーん、 Google Pixel の、3A です。こちらは一つ前のモデルになるんですが、お借りすることができたので商品説明をしていきたいと思います。ペリペリはしてあるんですけど、開けていきたいと思います。こんな感じになってます。Google のマークもちゃんと書いてあります。中はこんな感じです。オープン。はい、ドンと Google Pixel 3A が入ってます。これを外すとこんな感じです。はい、こういうアダプタ系のものが入っています。はい、ここにもアダプター入ってますね。急速充電できるやつかな、わかんないんですけど。はい、で、あとはこれ、こういう説明書みたいなものが、ユーザーガイドですね、が入ってます。あと、Apple と一緒なんですね。Google のシールが入ってます。それ何に使うのかとかっていうのもよくわからないんですが、最近はなんかね、旅行のね、カバーにつけてる人多いですよね。こういうアップルのね、シールとか。こちらは Google のシールなんですけど、Pixel 3A についてご紹介します。この Google Pixel は 5.6 インチディスプレイになっています。最新の Android 9.0 Pi がついてます。カメラは 12.2 メガピクセル。電池は 3000 ミリアンペアですね。ポートは USB-C になってます。本体のプリピリをしていきたいと思います。オープン。この矢印に沿ってみますかね。矢印があって、こうペリッとペリピリッとしていきます。ここまで開けたのは初です。はい、こんな感じで、すごい画面が紫色、ボディも紫色で綺麗ですね。はい、カメラ撮ってきます。こっちが iPhone で、こっちが Google Pixel です。で、比較してみると、こっち iPhone の方が若干カラーが強いかなという感じですね。黄色とか赤系が目立ってるんだなっていう感じで、こっちの Google Pixel はどっちかというとホワイト寄りですね。白系の、カメラになってるんじゃないでしょうか、というような違いが分かりました。こっち側が Google Pixel、 こっち側が iPhone です。同じ動画を再生してみます。バレンタインの季節にふさわしい商品です。ちょっと先取りなんですが、それがこちらの、これは、なるほど、違いはそうですね、あんまり感じられないですね。まあ両方とも画質がすごい綺麗ですね。これは前にスタバのね、新作のチョコレートのね、フラペチーノを紹介した時の動画になります。よかったらこちらの方もチェックしてみてください。こっちの方が若干色が濃い感じがしますね。こっちの方がちょっとホワイト寄りの色なのかなっていう感じがします。画面サイズを比べてみるとこんな感じです。iPhone の方が横幅が広くて、Google Pixel の方が縦に長いというような感じじゃないでしょうか。あとこっちのを押して、これでホームボタンで戻ることができます。で、Google のね、特有の機能として、あれが使えます。いきます。OK Google。明日の東京の天気は？明日の東京は
最高気温10度、最低気温3度で、午前中は晴れますが、夜は雲が出るでしょう。OK Google ですね、の使うことができます。今気づいたんですけど、ここに元 Google のマークがついています。まあそんなようなこだわった、ね、Google の、スマートフォンになります。以上、この動画よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよならー。